控え控え上がってやっと30。そう、違くね、シル木山だ、木山、木でしょ、うん、ちょっと違うの、うん、ちょっと違うの、美味しくないの、美味しくないですって言われてるんですか、食ったことないですか、ちょっと種類が違ったもんね、はい、木、黄色だって黄色が違うもん、黄色いもん、黄色いって言うの、本当だ、一応取っとく、一応取っとくか、ちょっとやる気あるの、木一本、え、同じようなのが、木、黄色いやつ、ピクニック始まったの、今年の俺違うんだよ、今年の俺違う、ゼロになったですからね、年変わってゼロになったから、すごいじゃん、カナコンでかい、気づいてた、気づいてなかなかね、仕掛けとくよか、痛い、たかしくん、ビールもう一個ちょうだい、もう入んなくなっちゃってるどうしたどうした、いや、本気出すこんなこと、本気出すあ、そっか、初っ端で来てやったお客さんがこんなあれか、邪魔して、いやいやいや、だっておかしいもん、これ、こんな連れてんの、宣伝料から宣伝してもらって、うんこれをすごいもんだって、これ別にもうこれ今いっぱいになったかな、これ甘たいだらけ、甘たいだらけ、はい、取れた、ああ、はい、これ、はい、あの大晦日、はい、たこ焼き王子、あ、はい、美味しかった、あ、本気出せばあんなもんなんですよ、たこ焼きも、あ、本当ですか、じゃあやっぱね、鉄板が良かったです、あ、鉄板がガスで
やるちゃんとした鉄板あったんですよ。あ、でやったんですね。はい、あ取ろうと思ったんで、でも、はい、取ろうと思ったんだけど、はい、うまくいってたから、なんか悔しいからやめた。はい、やっぱあの汚いやつが一番いいね。ああ、そうですか。痛いね。100あるね。ちっちゃい、何ですか。いや、どうも、どうも。ほら、まだ。あ、今、飲んでもらいました。あ、これ、沖ドラガスでしたっけ、なんか違うな。お疲れ様です。ダメだ。今日のお魚図鑑にまた入れます。はい。浜田さん、こんな釣れるんだって。この間ね、ちょっとね、渋かったからね。クッションつけない方が当たり分かりやすくていい。この間結構当たってもなんかあんまり分からなかった。クッションない方がいいね。分かりやすい。そんな引きもすごいわけじゃないからさ、最初の当たりとか引き合わせてでこう持ってたからない方が分かる。2021もいいぞこれ。もう始まりいいね。すごい。じゃあ食べるカップラーメン邪魔だよ電話。邪魔だよ。邪魔だ。すごい今うつうつするラーメンミルク、ミルク私が持ってきて俺のミルク持ってきた。売ってないんだからミルク。何それ。俺出しといた。どういうポットのとこに。嘘だろ。嘘だろお前。持ってきたっつら持ってきたっつったじゃんお前。何？入ってない。何？入ってない。ここじゃない。怒るよカップラーメンあった。じゃあ俺のミルク。まあ分かった。素でるよ本当にマジで。素でるよ。うん。まあそれでいいですか。おお。立派。ご立派でございます。やりました。どうしたらいい？意外といい感じ。すごいね。痛いな。痛いな。ああ、ほら。これがいつものグループだったな。これいつもの朝おかしいやつ。朝おかしい。あれこれ。そうそう。まあ、これいつものグループだ。こんな感じ。朝。ここに来れるサイズの朝。すごいすごい。ダメだ。寿司入れてうまいっす。本当に。食べれるの？いや高級魚です。魚じゃないですか。見たことない。こんなのすごい尖ってる。やだよ。上がれ。上がろうか。よし、終了。
風のため。でもほら、こんだけ釣れたから。釣れたから。そう、あんま釣っちゃいけない、釣っちゃいけない。いや、ほんと釣れましたよ。悪くないですよ。御の字ですよ、こんだけ釣れれば。勝利の女神がいますからね。若さんって。若さん、勝利の女神が。お疲れ様でした。ちょっと面白かったです。見たらしかったです。ちょっと見てもらっていいですか？うん、ちょっと待って、ちょっと待って、それ。ガラが出てきた。ガラが出てくるの。すごくないですか、これ。すごい。ほら、ここいる？いらないね。おーい。これ、若ちゃんってさ、これでしょ？そうだよ。一番大きいじゃん。一番ですよね、きっと。すごい。これすごいよね。はい、結構引いてますか？いや、はい、全然引いてて。はい、あったかいっす。あー、いいっすね。お疲れ様です。お疲れでした。お疲れでした。今日すごい今日で。今日の朝バタバタ釣れたんでね、はい、後半でしたけど風が強くて。でも初釣りとしたら。今日はいっぱい釣れたんで良かったです。はい、恒例のアマダイだったんで、まあ、数は釣れたんで良かったです。今年なこちらなんかありそうだ。はい、最初にしたらその良かったんで、はい、そうですね、2021年は、まあ、出だしが良かったんで、今年もなんかまた大きいのいろいろ釣りに行きたいなと。いろんな魚の、うん、釣りはしていきたいんで、そう、はい、なんかこれやってほしいってあればコメントしていただければ、はい、それにチャレンジしますんで。コメントちゃんと読んでますね。はい、コメントちゃんとくれればまたそれにチャレンジしたいと思います。はい、どうもありがとうございました。寒い中ありがとうございます。頑張ります。はい、はい。